テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。雨粒が照明に照らされて光っております。さあ注目しましょう。今日の一戦、京都サンガ FC 対アビスパ福岡 J リーグディビジョン2第38節、実況は八塚でお送りします。選手たちがフィールドに姿を見せました。3、これが予想されるフォーメーションです。対しますはアビスパ、予想フォーメーションです。レフリーの笛が高々となって今試合開始です。3、どう持っていきますか。3、右へ出します。久保、ここでキープ力を発揮。どう持っていくか、ここからどうしますか。アビスパ、パスをつなぎます。船山、ここは右へ。パクチソン、いい読みでカットします。宮吉、左に叩きます。これはファール。リプレイが出ます。石野浜、今のは軽率でしたね。フリーキックで再開します。パクオン、いいカットを見せます。金久保、パスを出します。パスをつないでいきます。アビスパ、右にはたく。船山、左にパスを出します。アビスパ、パスをつなぎます。坂田、ボールを回します。いやー来たか。井原、しっかり取ります。井原、大きく蹴り出します。前半29分、さあここは丁寧に運んでいきたい。素晴らしいテクニック。これはファール。坂田、どうやらイエローカードのようです。それではリプレイを見てみましょう。坂田、今のは軽率でしたね。フリーキックです。94番、パスを出します。パスを送ります。面白い。これは決めたかったですね。それではリプレイを見てみましょう。小前、枠に入れたかったですね。ゴールキックで試合再開です。山瀬、ここは止めました。なんとかボールをキープ。パクチソン、さあサイドから行きます。これはどうだ。宮吉、水谷、止めた。ここは止められます。ではリプレイを見てみましょう。これはキーパーのファインプレーですね。コーナーキックの場面です。中澤、これが決まった。中澤、見事に先制ゴールを決めました。それではもう一度見てみましょう。中澤、このシュートは素晴らしい。さあ試合再開です。3、1点のリードで前半を折り返しました。後半開始のキックオフ、アビスパ、どう持っていくか。船山、ボールを回します。石野浜、いい動きです。面白い。これは笛。それではもう一度見てみましょう。ファンダイク、今のは軽率でしたね。
ギャンヨン、ここで投入です。坂田、この位置から果たして狙ってくるのか。ここはディフェンダーが止めました。ヘッド、これは決めたかったですね。今のプレーをもう一度。パクオン、プレッシャーに押しつぶされたんでしょうか。ゴールキックで再開です。ヤバセ、しっかりボールをキープ。宮吉、さあチャンスになりました。ここはディフェンダーが勝ちました。後半16分、どう持っていきますか。坂田、さあチャンスだ。坂田、ここは左へ。審判がペナルティースポットを指しました。ファンダイク、イエローカードが出されます。それではリプレイを見てみましょう。ファンダイ、今のは軽率でしたね。キッカーは坂田。ゴール、アビスパ追いつきました。リプレイです。坂田、ここはきっちり決めてきましたね。ここでベンチに下がります。中原、ここで入ります。キックオフで再び試合が始まります。後半21分、ここからどうするか。ボールを回していきます。3、右に叩きます。パスをつなぎます。ボールを回していきます。3、中央から突破を図る。ダイレクト、水谷止めた。アビスパ、キーパーを使います。船山、右へ。ここからどうしますか。木原、ボールをキープします。船山、さあチャンスになりました。ニヤニヤげた、シュート、井原、ナイスセーブ。ファールです。94番イエローカードが出されます。それではリプレイを見てみましょう。94番、これはちょっと危険なプレー。これは大きく変えてきました。坂田、この位置から果たして狙ってくるのか。井原、止めた。コーナーキック、ここでホイッスルです。両者譲らずに引き分けに終わっています。